鳥居元忠、徳川家康に仕えた武将である。三河武士の鏡と称されるほど忠義の厚い人物だった。元忠は関ヶ原の戦いの前哨戦、伏見城の戦いにて命を落とした。元忠の決死の戦いがなければ家康の未来も大きく変わっていたかもしれない。元忠の壮絶な最後をその生涯とともに振り返る。チャプター1、左足に障害を負う元忠。1539年、三河の国鳥居家にて元忠は生まれる。元忠の父は鳥居忠吉、松平家に仕える武士だった。共に松平様に尽くすぞ。はい。それからしばらくして成長した元忠は松平家の嫡男竹千代に仕えることになる。竹千代は後の徳川家康である。この頃の家康は今川家に人質として囚われていた。人質。そんな人質時代から元忠は家康の側近として尽くしていた。元気を出してください。元忠。この時家康は10歳ほど、元忠は13歳ほどだった。家康にとって元忠は家臣でありながら幼なじみでもあった。これ以降約50年間、元忠は家康の下で忠義を尽くすことになる。1560年、桶狭間の戦い。家康が仕えていた今川義元が尾張の戦国大名織田信長に敗れる。この戦いをきっかけに家康は今川家からの独立を決意した。1563年、三河一向一揆。岡崎に帰還した家康は三河の一向宗と対立。多くの家臣が一向宗側に寝返り、徳川家を二分する危機を迎える。いずれの戦いでも元忠は家康の下で力を尽くした。殿、元忠。これらの活躍により元忠は家康から信頼されていった。三河一向一揆鎮圧後、元忠は家康直属の精鋭部隊の武将として抜擢された。任せたぞ元忠、必ずや期待に応えてみせます。これ以降も元忠は家康の下で数々の戦場をかけた。1570年、姉川の戦い。1572年、三方ヶ原の戦い。同年、諏訪原城の戦い。この戦いで元忠は武田軍の兵士に鉄砲で撃たれ左足を負傷する。この時の傷により元忠は左足が不自由になってしまう。戦場をかける武将としては致命的な怪我であった。元忠。ただ足が動かないだけです。できることはいくらでもあります。元忠。元忠は左足に障害を負ってもなお家康に尽くし続けた。1575年、長篠の戦い。この戦いで元忠は石川数正とともに馬防柵を設置し勝利に大きく貢献した。よくやった元忠。ありがとうございます殿。その後武田家は滅び、本能寺の変で織田信長がこの世を去り、亡き信長に代わり豊臣秀吉が台頭した。チャプター2、天下人に動じない元忠。豊臣秀吉が全国各地に支配を広げていた、そんな時期のある日、秀吉が元忠に官位を与えようとしたことがあった。徳川家臣のみんなはいつも頑張ってくれてるからね、その頑張りに応えて官位を授ける。いりません。え、元忠は秀吉からの官位を断った。なんで？私は不器用者で官位をもらうに値しません。私はただ徳川家に仕えるのみしかできません。そう言って元忠は秀吉の勧めを断った。さらに別のある日、秀吉は小田原征伐で活躍した元忠に勘定を渡そうとしたことがあった。小田原での活躍、見事だった。そんなそなたに勘定を与えよう。いりません。え？元忠はこれも辞退している。私は豊臣家のものではありません。だからあなたに勘定をもらっても何の意味もありません。そうか。はい。元忠は天下人豊臣秀吉になびくことなく徳川家への忠誠を貫いた。そんなこんなでやがて豊臣秀吉が天下人となり、日本全体を支配するようになった。そして徳川家は関東一帯の250万石を任されるようになった。国替えに伴い元忠は家康から下総の国矢作城4万石を与えられた。
これからもよろしく頼むぞ、元忠。はい、殿。豊臣秀吉の全国統一により天下太平の世が訪れたかに思えたが、1598年豊臣秀吉が病死したことで再び情勢は不安定となる。そして大規模な騒乱が巻き起こる。チャプター3、家康との別れ。秀吉の死から2年後、秀吉亡き後の豊臣政権の中で徳川家康が大きな力を握り、政治を先導するようになっていた。そんな家康をよく思わない者も少なくなかった。徳川家め、家康め。そして1600年、会津の上杉家に謀反の疑いあり、会津へ向かうぞ。家康に反抗する動きを見せる会津の上杉景勝を討伐すべく、家康が軍を率いて会津へと向かった。元忠、わしが留守の間伏見城を任せたぞ。お任せください。会津出兵の際、家康は元忠に京都伏見城を任せた。お前にしか頼めない重要な任務だ。承知しております。伏見城の守り手が元忠でないといけなかった理由がある。家康が大軍を率いて畿内を離れることは、畿内で謀反を起こされるリスクを伴った。特に家康と対立関係にあった豊臣家臣の石田三成が何らかの行動を起こす危険性はそれなりにあった。有事に対処するため伏見城の守りを固める必要があった。有事の際には真っ先に敵軍に囲まれるというかなり危険な任務である。そのため武将としての能力が高く、なおかつ敵方に寝返る可能性のない元忠にしか務まらない任務であった。出陣の当日、家康は元忠のいる伏見城に宿泊した。元忠、わしは人手不足のため伏見城に残していけるのは3000人ほどしかおらん。お前には苦労をかける。殿が天下を取った際にはさらなる人手が必要でしょう。3000人は多すぎます。一人でも多くの者を連れて行ってください。元忠、殿が天下を取るなら私は喜んで捨て駒になりましょう。元忠は伏見城を守る兵を1800人にまで減らした。この時すでに命を落とす覚悟を決めていたのだろう。家康と元忠は今生の別れを惜しむように深夜まで酒を酌み交わしたという。少年時代に使い始めてから50年間、思い出話は尽きなかっただろう。そして、それでは行ってまいる、ご武運を。家康は伏見城を出立した。これが二人の今生の別れであった。チャプター4、最後の戦い。家康が会津へ向かってから間もなく、石田三成、挙兵、大方の予想通り家康の留守の隙をついて石田三成が反徳川派の諸将を集めて挙兵した。徳川家康を潰す。そしてまずは伏見城を叩く。三成は伏見城に軍を向けた。宇喜多秀家をはじめ、小早川秀明、島津義弘、長宗我部盛親など計4万人もの大軍勢だったという。兵力差はざっと20倍。元忠軍が勝利する可能性はなかった。元より勝とうとは思っておらん。少しでも長く奴らの足を止めるのが我らの役目だ。我らの命を使って殿に天下を取らせるのだ。三成は使者を派遣して元忠を懐柔しようとするが、城を明け渡すつもりは一切ない。城が欲しくば攻め落としてみせろ。元忠は使者を切り殺して徹底抗戦の姿勢を崩さなかった。こうして元忠の最後の戦いが始まった。元忠と家臣たちは死を覚悟した尋常ならざる意志で城を守り続けた。壮絶な戦いは13日もの間続いた。そして元忠は敵将鈴木重友と一騎打ちの末に討ち死にする。ここまで時間が稼げれば十分だ。あとは殿が天下を取るのみ。享年62。その後、三成挙兵の知らせを聞いた家康は大急ぎで軍を引き返し、三成率いる軍と対峙。後世関ヶ原の戦いと呼ばれるこの戦いに家康は勝利した。こうして家康は戦乱の世を終わらせた。元忠、家康は元忠らの忠義を称えた。家康は元忠と家臣らが命を落とした伏見城の血に染まった畳を江戸城の櫓の天井に組み込んだ。この血染めの畳は
明治維新まで江戸城にあったという。江戸城が新政府軍に明け渡された後は畳は鳥居家に引き渡され、畳塚を築いて埋納された。ちなみに元忠の嫡男忠政は厚遇され、後に山形藩24万石を任されている。元忠の忠義に応えようとする家康の姿勢が伝わってくる。鳥居元忠、徳川家康に仕えた武将である。三河武士の鏡と称されるほど忠義の厚い人物だった。元忠の伏見城での戦いは多くの徳川家臣の胸を打ち、大久保忠隆は三河武士の鏡と褒めたたえたといいます。今日の名言。このところずっと私は生き方を学んでいるつもりだったが、最初からずっと死に方を学んでいたのだ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。次回の日本史漫画は闇落ちした姫、徳姫の生涯